なんですが、カターレ富山の、新体制の方に、足を運んでいました、この模様に関しましては、後ほど、動画の方で、引き続き動画の方で上げますので、何を言えばいいのかちょっとカミカミにはなってますが、まあ12時半から、2時半までの充実した内容で新選手であったり、またねイベントの方も、充実しておりまして、サポーターにとっては、充実した時間だったと私は考えております。まずは、このような、新体制発表会という、大事な日に、僕がこうやって話す機会を持ってくれたクラブに、本当に感謝しています、ありがとうございます、まあ、昨年あのリリースにもありましたが、昨年をもちまして、現役引退を、することになりました。ちょうど昨年の今日が、富山に来た日だったんですけど、まあ、自分でもこのようなことになるとはやっぱ想像はもちろんしてませんでしたし、皆さんにこうやって、挨拶することは全く想像してませんでしたが、なんだろう、ですね本当富山に来て、自分でも良かったと思ってますし、これからの人生で間違いなく、昨年の経験が生きると思っております。で、感謝しか皆さんにはありません、まあ、昨年僕も力を及ばずで、昇格、J2 に、復帰するっていうことは叶いませんでしたが、間違いなくこの後出てくる新しい選手、今年のカターレ富山の選手たちが皆さんの思いを必ず達成してくれると僕も思っております。これから間違いなく苦しい時もあると思いますが、どんな時も選手をサポートしていただき、温かい気持ちで皆さんの力で背中を押して目標達成のために一緒に戦ってあげてください。まあ、僕が、こうやってまだまだやりたい気持ちもありますけど、そういう思いは、昨年苦楽ともにしてきた大野選手と臼井選手に全部託してあとは任せたいと思います本当にありがとうございました。3に落ちてからの総収益の、トレンドなんですけども、2020年、21年、22年とあのいわゆる右肩上がりっていうこういう収益トレンドを描いてきてます。でそれを皆さん方が支えてくれてるっていうのが、法人の皆さん方でいくとこのスポンサーさんというのが、まあ、初めて、4億円を突破した J3 に降格してから初めて4億円を突破した。それから物販収入、これはもう本当に皆さんの個人ですね、お金を落としてくれたっていう意味でいくと
もう可燃度の倍5000万に届こうかというですね、そのぐらいのところまで、来てます。で、こういったグラフには出てないんですけども、入場料ですね、昨年が4300万円ということで J2 に降格した2015年の4700万円に次いで2番目に多い年でした。それからアカデミー収入も8500万円ということで、これもスクールを含めた皆さん方、親御さんたちがお金を落としてくれて、自分たちの子供をなんとか立派な社会人あるいは J リーガーにしていきたいというために財を投じてくれたんですけども、それも過去最高でした。ですので、総収益も当然のことながら、J3 に落ちてからは過去最高で、これがチームの人件費の支え。皆さん方がカターレと接するときは必ず、あ、ここにいてよかったって思ってもらえることをフロント社員も選手たちも、もう120という思いを込めてます。あとは、準備と細部にこだわる、まあ、この辺にはやっぱり、いい準備をして、いいゲームをする、っていうのと、やっぱりこう昨シーズンの、失点場面でも、ここの細部のこだわりっていうのが薄れてたように感じるので、ここはもう日頃のトレーニングから、準備細部にこだわり、それをゲームにつなげていくっていう、思いを込めています。あとは、ここの強い気持ちというのはやはり、ここまあ、J2 降格してから長い年月経ちますけども、この辺の気持ちの部分ですね、望まない展開であったり、自分たちが劣勢の時にどうしても気持ちが沈んで下を向いてしまうシーンがここ数年続いてます。なので改めてここのね、強い気持ち前面に押し出してやっていきたいなというふうに考えています。また下向きにたくましい姿っていうのはやっぱりこうもう読んで字のごとく、まっすぐに目標に向かう、その姿であったり、であとはこうやられてもやられてもたくましく、立ち上がる姿、そういうのを、皆さんにお見せして、皆さんの、見てくれている方の心を動かす、そんなようなサッカーを、展開したいと考えています。あとは、どんな時もチームのために振る舞う、言動行動を含めて、そういう選手であったり、もちろん、日々のトレーニングの中で選手は真剣に、トレーニングに、取り組んでいます。たださらに、その上を行くような、ね、真剣さであったり、本気で取り組む、そんなことを日々のトレーニングから、求めて、我々の目標達成に、近づけるように頑張っていきたいと思います。8フォワード松岡大地。
必殺のストライカー背番号9フォワード小野洋平富山に愛されたファンタジスタ背番号10フォワードマテウススタッフたちに今一度